今日の舞台はベーザースタディオン。雪に覆われたスタジアムでは非常に厳しいコンディションの中で試合が行われます。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。ブンデスリーガのこの一戦、ヴェルダーブレーメンがボルシアドルトムントと戦います。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。こちらがブレーメンの先発メンバーです。今日は 5-4-1 ですね。守備重視のフォーメーションで失点も最小限に抑え、隙あらばゴールを狙う作戦でしょうか。こちらがボルシア・ドルトムントの先発メンバーです。これは攻撃的な 4-5-1 です。前線の選手の役割が重要です。ボルシア・ドルトムントの戦術、ゲーゲンプレッシングは世界中を驚かせましたね。はい、攻守の切り替えスピードは世界一でしょう。数々の強豪チームが餌食になっています。さあ、ブレーメンのキックオフで試合開始です。目の前にスペースがあるようです。ボールロスト。アーリン・ブラウト・ハーランド。ボルシア・ドルトムント、パスをつなげない。パスをサイドに送ります。いいタックルだ。ボールをキープしました。アーリン・ブラウト・ハーランド。ロイス、絶妙のスルーパス。アクセル・ビツェル。ビツェル、いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。ドルトムントがボールを失いました。がっちりキャッチします。ここはボールをダッシュしました。相手に奪われます。サイドへ展開します。いいカットです。ボールを奪いました。ドルトムント、得意の形でゴールを奪えるか。ロイスがボールを奪われました。味方を走らせます。ここはクロスのチャンス。副審の旗が上がりました。オフサイド。ヒュンメルス。ボルフ。さて、ここでスタジオから情報が入ってきました。メルセデスベンツアレーナで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、最初のゴールがフランクフルトに生まれています。現在スコアは1-0。時間は20分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上、他会場の動きをお知らせしました。タックルが決まってボールはラインの外へ。相手ボールのスローインです。ロイスがボールを運ぶ。ここは形になりません。ゴールキックです。ここは抜いてきた。来た来
来た来た、決まった、先制点ゲット。いやーすごい、ここしかないというところに入れてきましたね。パワーではなく技ありといったシュートでしょう。別のアングルからご覧ください。監督も厳しい表情です。早く同点に追いつきたいでしょう。これは見事なインターセプト。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。うまく読んだインターセプト。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。パスをカットされました。ボールをキープ。このチームは今シーズン好調です。はい、プレーにも余裕がうかがえます。これはよく見ていた。思いっきり主審がペナルティースポットを指さします。相手に PK を与えてしまいました。これを決められると試合は振り出しに戻ります。 PK です。そしてイエローカード。これは PK でもしょうがないですね。ウルキが防いだもののプレーは続いています。入った、同点弾です。キーパーは見事なセーブを見せましたが、ボールがこぼれたところを相手に決められてしまいましたね。こういう場面は周りがフォローしてあげないと守りきれません。監督も嬉しそうな顔をしていますね。値千金の同点ゴールです。さてここでお知らせです。他会場で行われている試合でスコアに動きがありました。はい、1点目のゴールがバイエルンに生まれました。現在スコアは1対1、時間は37分を過ぎたところです。わかりました、どうもありがとうございます。さあブレーメンの選手の動きが激しい。これはチャンスありそうだ。入った。再び得点が生まれます。一体何点取るつもりなんでしょうか。リプレイを見てみましょうか。このマイナスのパスが決定的なチャンスを作り出します。そしてフィニッシュは強烈なミドルシュートでした。あの距離からのシュートは相当自信があるんでしょうね。ドルトムント、傷んだ選手に交代があります。パスをサイドに送ります。いいタックルだ。ボールをキープしました。ドリブルで進みます。マイナスのクロスを入れた。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。
映像が来ました。ここでマイナスのボールをよく通しましたね。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。スコアは3対1。ここでハーフ。さあ後半です。ドルトムントは追いつけるでしょうか。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。スペースに見事なスルーパス。面白い状況でしたが、ここまで。ボルフ、アーリン・ブラウト・ハーランド、サイドへパスを出します。チャンス来た。クロスはファーポストへ。クリアが足りないか。シュートをブロックした。入った。ブレーメン。こういう風にクリアしたのかパスしたのかよくわからないプレーが危ないんですよね。結局ディフェンシブサード内で相手にボールが渡り、そのまま決められてしまいました。こういうミスは改めないといけません。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。諦めずに得点を狙ってほしいですね。ドリブルで持ち込んでいます。やりました。クリアすべきでしょう。これはコーナーキックです。ロイスのコーナーで再開。決定的なチャンスでしたが、これはゴールキックになりました。ブレーメンの最後のひらめきはどう出るでしょうか。ここはビュルキが見事に止めました。ロレンツォ・ペレグリーニ、ベララビ、目の前にスペースがあるようです。このボールは止めただけ。クリアできるか。相手陣内でインターセプト。サイドにスペースがあります。中に入れてくるか。PK です。ここでリードを広げられてしまうとちょっと苦しくなりますよ。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。見事なゴール。落ち着いた PK でした。リプレイで見るまでもありませんが、ゴールのど真ん中に切り込んできましたね。キーパーがどちらかに飛ぶと読んでいたんでしょう。技術より心理戦で勝利した PK です。ワンサイドゲームとなってしまいました。鮮やかなボールタッチ。前に運んでいます。ドルトムントがボールを失いました。サイドへ展開します。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。競り合いになりました。流します。ブレーメンに対してファールがありましたが流しました。
何を狙うのか。真ん中にクロスを上げた。ここはフンメルスのクリア。カウンターアタックのチャンスです。カウンターは阻止されました。相手にボールが渡ります。ボールをなかなか離しません。スライディングでいく。今日のような日はちょっと見ていて怖いものがあります。相手が寄せてきました。ドルトムントのフリーキックですね。ここでレフェリー注意を与えます。試合が荒れないよう審判にはしっかりとしてほしいですね。原口元気。さてここでお知らせです。他会場で行われている試合でスコアに動きがありました。はい、2ゴール目がボルフスブルクに生まれました。現在スコアは2対2。時間は77分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の動きについてお知らせしました。ファーポストにクロスが入る。ゴールゴール。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。映像が来ました。クロスをピンポイントで合わせてきました。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。アーリン・ブラウト・ハーランド。守備への切り替えが早い。ここで止めます。タックルが決まってボールはラインの外へ。相手ボールのスローインです。味方を使います。キーパーのダイビングセーブ。鮮やかでしたね。ボールがラインを割ってコーナーキックになりました。これは見事なインターセプト。カウンターのチャンスです。いいパスだ。中央で受けた。決められるか。決まった。ゴールゴール。豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。そしてボレーシュートを豪快に突き刺しました。これは何度も見たくなるシーンです。違うアングルから見てみましょう。パスの名手と言われるだけのことはありますね。ロイスがタッチライン際を上がれそうです。まずは1点返したい。ボールはキーパーの手の中へ。試合終了のホイッスル。事前の予想に反する結果となりました。ドルトムントの敗北です。事前の予想に反し惨憺たる結果になりましたね。相手がしっかり準備